悩んでるな。あ、どうもどうも、司法者Kさんも悩みてロリロリのコーナーやってまいりましたよ。寒いからね、もう冬ですから、もう11月噛みましたよやっぱり。はい、そんなわけでね、今宵も悩めるコツじゃん、うん、このボロボロなところでつかまえてきたよ。捨てられたようだったよな。今宵は君は誰だ。青野亮太です。ドラゴンの亮太くん、はい、いらっしゃいませ。中で見ていたみんな、みんな不老者か。よし、それじゃああなたのお悩みを私がテロリロリンと解決してご覧にいりましょう。テロリロリンバッ。悩みは衣装が動きにくいです。あ、簡単だよ。随分簡単。あ、随分簡単した。衣装って言っちゃっていいのかい。衣装、あ、さっきのね、あのメズノンノに出てた。メズノンノに出てた、ね、はい、ね、ちゃんと貴族ぶってたよ。あ、なるほど、貴族ぶってたちゃんと貴族ぶってた。なるほど、貴族ぶってた。鳥のように去ってったんだ。なるほど、うん、衣装が動きづらい。動きづらい。君は人間なんだね、普通に。そうです。普通に。あ、いや、エルフです。エルフ、エルフめんどくせえぞ、このバンドは。めんどくせえ。エルフって何、むしろ。エルフってわかんない。はい、辞書になって、私の。エルフ、エルフって何。俺もよくわかんない。エルフなら知ってる。エヴァか。エルフ、エルフね、うん。エルフさんっていうの。あ、エルフ。いや、所属がエルフ。知ってる。人間じゃない。所属がエルフ。青じゃないの、所属は。もうわかんない、このバンド。難しいな、バンズ、このバンズ。なるほどね。エルフだけども、衣装が、うん、動きにくい。どうしたらいいんだい。どうしたらいいんだ。衣装さんに相談すればいいと思うよ。待って、広がらない。そうだね、もうちょっとやって。ありがとう、ツッコミ。ツッコミ Z でしたね。はい、そうね、じゃあ私の衣装とトレードしてみるけど。なるほど、動きは。じゃあこれをちょっとプッて、ちょっとこれをかけて、こうして、私がそれを、結構重い。そう、重い。あ、これは。あ、余計動きづらくなった、ね。これは重い。重いですね、これ。軽くなった。いや、もう軽くなった。そう、めっちゃ。じゃあ、これ1本だけにしてください。あ、1本だけ。これかけして。これはきついですね。かくって、いくと割と、そういうさ、衣装を、もうちょっと、じゃあ、重量感をなくす。こういう一本だけとか、本だけとか、あれだよ、あれ、なんつうの、ふんどし、ふんどしとか、最近、そう、ふんどしと貴族っていいんじゃない。あ、いい。ふんどしの中に貴族が。そう、ふんどしの中に貴族が。ふんどしの中に貴族が。これがふんどしの中に貴族が。ふんどしの中に貴族はすごいけど、そうそうそう、みんな貴族だけど、ふんどしの人がいて、どっかのバンドみたいだけど、そういう、で、ふんどしが超なんかさ、エルメスみたいな、はいはい、エルメスみたいな感じでやるぐらい。もともとドラマだから見えないよ。あ、そっか。じゃあ上、上をエルメス、上エルメスみたいな、なんか、この辺だけ、ここだけとか。うちのね、ジェット君がね、割とこの辺だけ。あ、この辺だけ。あ、そう、見えてるんだけど、この辺だけだよ。でも、うち、ちゃんと、こう、あったよ、ノロマリシージグザグっていうね、バンズなんだけど、ノルマレス感じが出てるから、あなたも貴族の感じ、ここだけにピックアップして、ここにジャラジャラなんかつけて、なるほど、ここだけなんかこうパーしてパーしてエルメスしか出てこねえんだよ。なんか貴族ってイメージ、エルメスしか出てこない。そう、こいつ本当鳥貴族しか出てこないんですけど、先ほどからそういうね、感じをちょっと戻してみると、ありがとうございます。本当にそんだけないね。悩みそんだけ。大丈夫？大丈夫。大丈夫？それから、その衣装を、あれだよ。いっか！もうふんどしか！この辺！ふんどしか、ふんどしかこの辺でいい。ただの変態じゃんかよ。いや、ドラマだったらそういうもの。ちょっと待って、それ偏見でしょ？偏見でしょ？ダメか。ちょっと、負けでいいんじゃないかな。ありがとうございます。大丈夫、私、喋り通しだったよ。なんか、言いたいことはない？言っても。ない。はい、つまんないやつだな。じゃあひどいよ。私は通りすがりのものだったので、ね、そうそう、また次のアピールを行きたいと思うよ。なんか最後になんかちゃんと遺言をここに残して書いてください。死んでねえけど。またね、また。だな、ありがてよ。じゃあ青は12月15日池袋エッジで宣伝した。宣伝しない。いや、さすが偉い。15日に池袋エッジで初ワンマンがあります。
ぜひみんなで来てください。でもそれこれ放送してる頃に上がってるかな。あ、そうなんですか。16日です。じゃあありがとう、ありがとう、ワンマン。